昨日まで。うまい。うまっ。うん。おぉ。うまっ。えぇ？どうも、柴です。本日は柴の気になってるお店に行こうのコーナー。ということでね、今日行くのは、めっちゃ見られてる。そりゃそうや。怪しまれてるやろ。で、次行くのはこちらです。紀州勝浦日の出丸。マグロ丼、シラス丼。こんな店なかったやんな。うん、たまたま通ったら、あれなんかできてるみたいな。ほうほうほう、気になる。あ、マグロって書いてるしな。超気になる。いや、怪しい怪しいから、やめろ。また見られるぞ。気になる。いや、やめとけやめとけ。それは見えへんから。それ捕まるやつやから。そうそうそう、輪っかがつくから。行くぞ、行きましょう。ここ気になるんで。なんかね、マジでマグロをめっちゃ推してる。メニューのうち9割マグロやから。お前な。とシラス。サンマ寿司って珍しいよ。せやな。釜揚げシラス。まあまあまあ、カレーはね、あれやけど。でもサンマって、柴田前言うてた、生で食べれるサンマって新鮮なんやろ、うん、そう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 。それ普通で締めてんのか。わかんない。とりあえず行きましょう。シャッ。那智勝浦ってマグロ、水揚げ高日本一やねんや。あ、そうなの、ね、うん。めっちゃ遠いもんね、これ。これ交通の便が悪すぎて、ほんま遠いよね。遠いな。ということで、これが大トロ丼。めっちゃ美味しそう。美味しそうやな。うん。肉厚。これがネギトロ丼です。ネギトロ丼か。あ、坊ちゃん、かまんでいいからや。そう。ネギトロ。歯がね、歯が、咀嚼がね、大変。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、これ、食べていきます。いただきます。好きやな今日それ。整いました。わさびきついっていうか、今後わさび乗ってるもんね。そうやな。じゃこの辺からちょっと食べて。うわ、うわ超絶綺麗やんこれ。これ溶けるやつちゃう？金曜まで。うまい。うまっ。うん。あー。うまっ。えぇ？うん。もう寿司の上に乗ってたらもう、これでもうあれやで。新地行ったら、一貫2000円。ほんまそんなレベルやな。うん。うわ。これは、うまいわ。これ2500円めっちゃ安いですね。うん、美味しい。めっちゃ安い。これってなんか使ってるんですか？胡椒かなんか。はい。はい。ああ、なるほど、なるほど。中に削り粉？はい。ああ。それ入ってるんで、それ黒いのそれです。なるほど。いただきますよ、これ。これ、卵って最初から混ぜるの？お好みですよね。僕は最初がいかん派やな、うん、歯がなくてもいける。全然いける。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかいけどめっちゃ美味しい。歯がないんでね、柔らかいものを好むんです。バラすな、バラすな、そこな、うん。もうね、かまんでいいと思ったら一口めっちゃでかいもんね。そうやね。飲み込むだけな。見てよ、ほんま。これやで。お前、いいん？のりがいっぱいついてるけどな。ほんまや。ほんまや。またね、これね、もう、最初からこのタレをかけてくれてるやん。ほうほうほう。このタレがめっちゃうまい。せやな。うん。これ絶対リピーターになれるな。なれる。な。うん。めっちゃ美味しい。これ、超お得。え、いつもあまた食べるんですか？食べないんですか？僕が店員さんやったら絶対食べるわ。食いそう。もう明日どうせ仕入れてるからもう食ってまえみたいなやりそう。この8号ええかなみたいな。絶対食うわ。この噂のわさびが濃いというね。
これ絶対やばいな。これやばいな。やばいな。トロが包んでくれるから生きる。大丈夫、トロの油が。油で。うん。だけどこれはうまい。サンマのお寿司ってどんな感じなんですか。おお、なるほど。お酢でつけた感じ。ああ、なるほどなるほど。そういうことだよ。そういうこと。うん。まあ、一昔前と違うよな、サンマって、うん、昔50円とかで売ってたんだよな、スーパーで、うん、氷のあれにな。お親父に言われたもん、水族館連れてったるわ、うん、魚の鮮魚コーナーの氷に締めた魚、うん、おー、洋さんおるやろ、見とけよ、言って、うんうん、見せられた。そっちな、うん、僕、親父に連れて行ったとき、水族館連れて行ったるわって言って、あのちゃんと泳いでたで、お店でイケスやったわちょっと高級なとこやんか、いきつがあるってほんま分厚くて食べ応え抜群。うんうんうん、何した何した、何した今あのね、あの全部わさびを食べたつもりやって、うん、ご飯の下にドロあ、ついてたやん、超油断してた。うわ、最後の一口全部持ってる僕のタラチビの最後の一口が避けよ。せやな、最初に避けとこ、うん、ちょっとずつ足してたよ。そう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 、うんうん、それがいいよ、教訓やん。あー、今日危険やったね。ごちそうさまでした。ということでね、ちょっとデザートでサンマをいただきたいと思います。あ、サンマ寿司ね。さっきね、あのわさびでね、サンザラやったから最後さあ、こういうことか、こういうことか、こういうことか。うん、さっぱりします。ほんま、うん、酢で締めてるから、うん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 、おいしい。珍しいね、サンマ寿司ってほんまね、うん、めっちゃ美味しい。やっぱサンマの旨味が半端ない。ほう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 、うん、お酒のあてにめっちゃいける。あー、そういうことね、うん、ほんまこう新鮮やん、超光ってるもんね、サンマが。うん、あ、ちなみにさっきお話しとったけど、うん、やっぱりこの海鮮丼は、うん、このわさびが結構効くらしくて、おうおうおう、みんな食べてるんですよ。あ、そうなんや。だから最初に注意してくれたって、うん、わさび効くんで気ぃつけて言うてたな、うん、言うてくれとったな。はいはいはい、がっつりがっつりむせてしまった、舐めとったな最後にあんな来るとは思わなかった。ごちそうさまです。ばあちゃん、ほんまにコスパいいよな、コスパいい。うんうん、めっちゃもう肉厚でめっちゃ食べ応え抜群。あのトロもね、そんな脂っこくなくて結構量いけるし、ほうほう、何よりあの自家製のタレがねすごい絶妙な感じでね、あのトロとマッチングして、ほう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 、めっちゃ美味しかった。自分で醤油じゃないから味を壊さずして食べれるし、ほうほうほう、あー、かけすぎたとか、あー、そういうこと、はいはいはい、うんうん、でもわさびは多い皆さんわさびには気をつけてください。わさびだけは気をつけろ。もう那智勝浦から毎日ね来てると思うんで最高っす。結構マグロあったで、あれ量。大トロな、うん、おうおうおう、ネギトロどうやった。僕ネギトロ美味しかった。臭みがなく、うん、歯がなくてもいけるし、うん、お箸がね使われへんから逆にちょっとスプーン欲しいかなって感じだったなもうそっちかい、そっちのレポかいリピートします。ぜひともみんな来てみてください。美味しいです。ということで、柴は今日は良質な DHA と、あとですね、抗菌作用のあるわさびを食べましたんで、デフにならないよ。ということで、ぜひ皆さん行って応援してあげてください。お昼は混んでるらしいよ。